タンク艦列車動画第57回、西部廃島線のタンク艦列車です。この列車は、ふと休日に廃島を16時39分に、出発するもので、車両は3万計重量です。始発駅の廃島駅の様子です。さすが西部線というだけあって、西部ライオンズの試合速報も、出ていますね。そして、今年の春から走り始めた廃島ライナー。これについては、後ほど、ホームへ降りると、JR の八高線や、青梅線、五日市線のホームと並んでおり、ホームの様子が見えます。そして、16時29分頃、西武新宿発、急行拝島行きが到着し、折り返しタンク艦列車となります。今までの西武鉄道の車両のイメージとは全く異なったそれを持った車両と言えます。この3万系は、10両、8両、2両と製造されましたが、その10両編成固定のうち、最も初期に投入された編成の、一つです。側面幕は、フルカラー LED があしらわれています。車内外は A トレインの、特徴が見て取れます。A トレインとは、日立製作所が製造した車両規格であり、これは東京地下鉄や東武鉄道などの車両に、多く使われています。それでは、タンク艦データと前面展望です。一見丸みを帯びた優しい感じの、顔が特徴の3万系。しかし、ドアの開閉は思いのほか、アグレッシブです。西武線をご利用くださいまして、ありがとうございます。この電車は、各駅停車、多摩川上水行きです。次は、西武立川、西武立川です。お出口は、右側です。Thank you for using the 西武 line.This is the local train bound for 多摩川上水. The next station is 西武立川. 線路が南向きから東向きに、変わり、JR の線路群と離れていきます。ところで、今年の3月にデビューした廃島ライナーについてですが、最近大都市圏の私鉄で、流行りの座席指定の有料通勤ライナーの一つです。関東だと、東武の TJ ライナー、西武の S トレイン、京王の京王ライナーなどがあります。それ以外では、京急の京急ウィング、小田急の特急ロマンスカーホームウェイ号、京成のイブニングライナーなど、すでに存在する特急型車両の、改装を兼ねた着席サービスとは、異なり、こうしたライナーを運転するために、開発された車両を用いて、既存の有料列車と、同様、着席を保証する点はもちろん、しかも比較的安価に、それも最近導入された。電源コンセントや Wi-Fi などのインターネット環境が整っているといった時代に先駆けたハード面でのサービスも特徴となっています。そんな流れの中、西武でも新宿線系統に初めて導入された廃島ライナーは通常乗車券の他に300円の料金を必要とし、乗車駅を西武新宿と高田馬場に絞り、小平から西の各駅に
停車するという内容です。なお、小平から西の区間を相互で、利用する場合に限り無料で、乗降できます。西武新宿から、拝島まではこのライナーに、乗ると47分程度、通常の急行だと52分かかるので、5分程度の通勤時間の、短縮になります。通常、混雑した急行電車に、乗らずに300円程度の、支出であれば座って帰りたいとする通勤客の、心理を理解したちょうどいい価格設定になっています。参考までに、新宿から拝島までを、JR 中央、青梅線の、青梅ライナーに乗った場合、510円の料金がかかるほか、西武よりも2分程度早く、到着することができ、選択の余地が増えたとも言えます。西武立川です。ここまで単線区間を走ってきましたが、下り列車と交換します。西武拝島線は、西武新宿線と一体となったダイヤが、編成されており、小平で分岐をし、萩山で玉子線と、小川で国分寺線と平面交差するネックがあり、さらに玉川上水よりも、西の区間では単線区間もあります。そのため、玉川上水より西の、区間は日中でも運転本数が、1時間に4本程度になり、需要の境目が玉川上水であると、同時に、この単線区間がネックになっていることが、ダイヤの組成からも見て取れます。次の武蔵砂川までの区間は伏線です。ところで、近年こうした通勤ライナーが、県並み登場した背景に、東京近郊の人口構造や、労働人口などの変化があるのかなと、思われます。夕方の郊外への通勤ラッシュの、様相も、団塊の世代が現役から退きつつあり、それにより輸送力に余裕ができた、というよりもむしろ、それが原因で輸送単価の、減少、合わせて都心回帰の減少による長距離通勤客数の、変化などにより、こうした列車が作れた、もしくは作らざるを得なくなったというのが、背景なのではないかと思われます。もちろん想像の域ですし、昔に比べて多少通勤客が減りつつあるといっても、通勤ラッシュの混雑は依然として過酷なものがありますが、その中でも鉄道会社としての一通勤スタイルへの提案だったのだろうと思われます。こうした列車を投入した鉄道会社も、こうしたライナー運用の時には、クロスシートにし、通常の運転の時はロングシートにできるツーウェイシートが採用され、通常の運用とライナーの運用の両方を兼ねることができ、仮にライナーが不要でも、通常の車両として使用する選択肢を排除しない保守的な考え方に立っていると思われ、いずれも時代を反映した列車と言えます。ここからも再び単線区間が始まります。ここの出発信号が、さしずめ信号所のそれのようでもあります。武蔵砂川から玉川上水の区間は単線だと言いましたが、線路の右、または左に空地があります。いつでも伏線化できるようになっているのでしょうね。次は終点の玉川上水です。西部ではよくありがちな、2面3線の構造で、中線では上下どちらの方向にも折り返すことができます。ご乗車ありがとうございました。次は終点玉川上水です。
高浜町杉から先の東大和市小平田橋方面、各駅停車西武新宿行き、降りましたのタイムは2番ホームから16時48分の発車です。玉川上水です。上り4番線に到着。到着後、向かいの3番線の列車にこの先の運転を引き継ぐように車両交換をします。この3万系は10両、乗り継ぎ列車は8両です。到着しました。降りてみましょう。まずは、新2000系の黄色い電車が、発車します。タバホーム、各駅停車西武新宿駅、発車いたします。続いて、乗ってきた電車の入れ替えが、始まります。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。ご意見やご感想、ハイシマライナーに関する情報などは、コメント欄へ、チャンネル登録を、していただけると嬉しいです。次回は、東武のローカル線でおなじみのあの車両での、タンク間列車をお届けします。では、また。